1番疲れ、どうだろう、取れたよ、取れた取れた。でもね、腕をね、ずっと振っとってからね、筋肉痛があれですね、なんだろう、筋肉痛が痛いですね。スーパーココマリオかわいすぎたよ、マジで。よし、イコールさん、ふむ、初見ありがとうございます。初見で、そう、めっちゃムキムキになった。いや、もうなったよ、ムキムキに、もうなった。ただいま、みんな。そう、握手会の時はチチスポ、チチスポ、あれ、チチスポ飲んだよってか、何だっけ、あの、何だっけ、あの飲み物って言ってくれる人がおって、よかった、チチスポ。そう、え、チチスポ飲みたい、握手会の時に言ってくれる人が、握手会行きたすぎて握手券買い出しして、マジでようこさん嬉しい、ありがとう。なんかいっぱい来てく、何回もいっぱい来てくれる人があって、でもなんか押し増しの時にいっぱい来てくれる人がおって、手振ったら振った分だけ来てくれるけん、頑張ろうと思って手振ったら筋肉痛になった。ずっとジャンプしよった。あ、おはよう、おはよう。あ、ふみさんもおはよう、しばさんもおはよう、しむらさんもおはよう。昨日は我がドラゴンズを料理しました。おめでとうございます、さっちーさん。そうそう、野球の話をさ、してくれる人が多くって楽しかった。お、フォローしてみた、嬉しい、ありがとう。さあ、押しましたよ、ないと人が増える方案に、ありがたかった、ありがたや。あ、あれ18日、来月行くけど楽しみにしとく、やった。お、こら三四郎って、あ、はじめましてのった方もいる、おはようございます、フォローしたよ、ありがとうございます。そうそう、あの他の先輩方が仲良くしてくださって、たくさんの方がありがたかったです、本当に。もう、なんだろう、エリーさんも、そう、イクミさんに会えた、やった、よかった。あの、ひとみことねさんにも会えて写真撮っていただきました。なんだろう、すごい優しかった。ホテルで、あ、ホテル？コンビニで、なんかダッシュで、なんだろう、どんな感じだったっけ？すごい、ほんまに。755っていうアプリに、コカのシーンいっぱいあった？ほんまに？そう。そう、いろんなメンバーと、写真見た？人気者嬉しい、ありがとう。ねえ、皆さんが仲良くしてくださって、先輩方が。誰の握手会、誰の握手会、指原さんとまゆゆさんの握手会見学させていただいたんですけど、あ、おぎゆかさんも準備してるところを、あの、見させていただきました。すごかった、おぎゆかさん、あの AKB48 シングルのやつ書いとったり、すごい、すごかった。私も書いたらいいんかなと思って、いっぱい、すごかった。そう、桃井さんが相手がってた、ほんまに、うん、
昨日なーちゃんのメールに効果載ってた？ほんまに？何のメールだろう。どんな感じ？ランリーさんも優しかった、すごい優しかった、めっちゃなんだろう、いやみんな優しかった。ほんな、なんだろう、なんて言うんだろう、なんか通りすがりに、いやなんか人一番大きい声で挨拶したらね、めっちゃニコニコしてくださるから、チャンスやと思って写真撮ってくださいって言いました。お疲れ様ですぐらい言ったらね、優しくね、優しくないメンバーおらんって言ったやん、さっき。美味しかったじゃない、優しかったみんな。挨拶、勇気、あ、なんだよ、忙しそうにしてたら、え、あ、元気すぎる挨拶なんか元気で挨拶したらめっちゃ優しくしてくれる。なんだろう、なんて言うんだろう、なんか服もさ、すごいさ、ま、赤でカープ帽子でマリオみたいな服で、カープなんだけど服だったから、めっちゃみんないじいじってくれたりして、先輩らがどんだけカープ好きなん話して、さよ姉さん会いたかった、会えなかった、見学できなかった、さよ姉さん。マリアがいると話題になっとった、マリアじゃないけど、また握手会行くの楽しみにしてくれ。そう、ミニオンの帽子かぶっとって、暑かった、ミニオンの帽子。エイトの子に会いました。ランリーさんと、ランリーさんと、ランリーさんと、イクミンさんと、琴音さんに、会えました。エリーさんは、違うチーム、すごい、あ、16期の方がすごい仲良くさせていただいて、 AKB グループの AKB48 のあゆさんが仲良くしてくれた、みんな優しかったです。田口真奈子さんも優しかった、すごい優しかった。そう、おとといももにさんの部屋に遊びに行けなかったけど、ランディさんが次の握手会エイトが来る、これエイトあんまり参加せんみたいな、普通の握手、なんだろう、エイトに会える、次どうなるか、次挨拶いつなるかわからないから動画撮って送ってあげるよって言ってくれて、そう、お兄さんに送ってくれた、みんながスケッチブックでファンにアピールしていたけど誰が考えたの。いや、なんか、え、なんだろう、なんかみんな、え、何が誰がきっかけ、誰だろう、荻ゆかさんかな、多分ね。え、勝さん、そうそう、チームメイト握手会全員参加し、そんな感じだからさ、遠かったりするから、だから次いつになるか分かんないから、握力強い、いや、ギュッと握りようかなと思って、そっちの方が印象的じゃん、花さんから順、剥がしの人が怒られちゃったちゃんとやらなって言われてた。そう、
レーンでの全力スケブアピスケブアピール、めっちゃアピールしてた。腕が痛い、飛んでた。そうで、もうね、なんて言ったらいいんだろう、なんかえ、ずっと飛んでたら、なんだろう、すごい元気だから来たって言ってくれることが、言ってくれる人があって、そう飛んでたな、びっくりした、ほんまに嬉しい。ここはタクシーじゃ手が砕けます、絶対砕けてないやろ。思わずレーン前で飛んでしまったな。そう、もうね、みんなに元気あげたからだから、次の握手会は皆さん来てみてください。楽しかったよね、みんな楽しかったよね。はーい、やって関東の握手会全部撮った。マジでありがとうございます。激辛さんや、激辛さんありがとう。嬉しい、やった。マッチョク。9月9日エクスターズさん、マッチョクやった。もうすぐや。いや、そんなことないか。9月10日に初めて行く。それはね、マッチョク。ありがとう。楽しかったじゃろ？お、王じゃないわ、鉄板さん。元気もらえた？山田京香さん、京香さんじゃね、あ、京香さんに会ったんですよ。 LINE 交換しました。優しかった、すごい。同じ中にで、そう、優しかったです、めっちゃ。そうそう、来月以降の握手会は全日あるか楽しみすぎて、ありがとうみんな。私も10月行く、嬉しい、楽しみにしとく。東京か。お、北村、木村さんも、おかん&こばちゃんさん、しららさんや、おはよう。握手会楽しかった、やった、ありがとう。ここはスティールのシングルの握手会いっぱい買うから、はい、よろしくお願いします。そう、もうね、なんだっけ、あの STU 全員回ってますって言ったら、あ、ありがとうございます、 STU の応援もよろしくお願いします、 STU の応援よろしくお願いしますって言ったら、もうすぐやからさ、そしたら話の人がさ、時間でーすって行くからさ、話さんかったら、ね、粘った粘った、時間がすぐやから。他の評価も良かった。次も頑張れ。ありがとうございます。チャスケさん。ほんまに嬉しい。ここはなんか楽しすぎた。やった、満足。イエーイ、嬉しい。50枚当たりました。やった。嬉しい。当たるとかあるの？おとといの夜、ももちゃんさんが、ショールームやってるとき、STU の子らが遊びに来たらいいのに、行きたかった部屋に。そう、優しかった。うん、なんだ、イクミさんもそう、優しい。おい、かいって言われて、えと思って、ダッシュで廊下ずーって走って、飛びついた。握手会よっしゃ行くぞ。ファイバーダイバーアイバーじゃねえ、バイバー、じゃあちゃった。大西さんの部屋でピンポン出ししてないわ。会いたかった、挨拶させていただきたかった。そう、ショールームでも仲良くしていただいてるから、挨拶、直接挨拶させていただきたかったけど、
ちょうど握手会の時間と休憩の時間かぶらんでできませんでした。挨拶申し訳ない、ごめんなさい。つぐみんさんに会えたよ、優しかった。一番最初に声かけてくれたかな、握手会で。そう、男の子はすごい人気なんだろう、みんなに男の、あ、他の先輩方に男の子って思われてるのかな。いや、それで仲良くされてるんだったらいいや、結果オーライ。優しく、みんな優しくさせてください。男の子じゃないわ。さあ、桃主さんにはまた今度挨拶させてくださいな、よろしくお願いします。そう、何やろね、直接挨拶したが良かったけど、動画で今回はごめんなさい。そう、みんな優しかったほんまに。小島子さんとも写真撮らせていただいて、お、ゴーサさん、クモさん、ありがとう。小島子さんとも写真撮らせていただいて、本当に、なんだろう、優しかったです。そう、小島子さんの時こそね、あのめっちゃ大きい声でおはようございますって言ったから、小島子さんツイッターでいます、ありがとうございます。そう、もうなんだろう、めっちゃ大きい声でおはようございますってめっちゃニコニコしながら言ったら、あ、お疲れ様って言ってくれて、え、待ってくださいって、え、小島子さんやばいと思って、小島、なんかポロってね、なんかね、一言出ちゃうんよ、小島子さん、あ、小島子さんやばいみたいな、なんかやばいみたいな言ったら、ええへへみたいな言ってくれて、え、知ってくれてるのみたいな言ってくれだったから、写真撮ってくださいって言って、携帯持ってなかったからダッシュで撮りに行って、ダッシュで撮りに行って、で、そしたら小島子さんも携帯準備しとってくれとって、そう、挨拶がちゃんとできて偉い。そう、そしたらなんかツイッターで礼儀正しいって言ってくれて、 STU の評価が上がってくれるんかなと思って、よかった、礼儀正しくしとってよかった。そう、お互いに、私も写真撮って自分の携帯で撮って、小島子さんの携帯でも撮ってもらった。そう、よかった。挨拶、ゆいりんさんともね、写真撮りたかったんだけど、そう、トイレでね、トイレでばったり会ったんですよ。そしたら、あ、コカワちゃんや、コカワちゃんって言ってくれて、カイコカワちゃん、カイコカワちゃん、カイコカワちゃんやって言ってくれて、そう、なんだよ、ゆいりんさんがやって、あ、カイコカワちゃんやって言ってくれて、あ、お疲れ様ですって言ったら、なあちゃんから聞いてるんよって言ってくれた、言ってくださって、そう、ユーリーさんがすごい優しかった。だから写真撮りたいと思ったけど、トイレ持ってなかったんよ、携帯をね。次もう、あ、携帯持ち歩かないかなと思って、そう、だからトイレで待っとってくださいっていうのもあるやし撮ってない、撮れなかった。そう、ユーリーさん、なーちゃんから聞いてるよって言ってくれて、言ってくださって、そう、いや、なあちゃんが多分ね、すごい知名度っていうか、なあちゃんが話してくれたんだと思う。そう、だから、そう、他の女子違うし、言わないさ、そう、初めてなんかすごいバッチリです、ほんまに先輩方が仲良くしてくださって。そう、あと峯岸みなみさんとも写真撮らせていただいたんですけど、あの、パンを焼いとって、パンを焼かれていて、あのオーブントーストでパンを焼かれていて、挨拶したら、もう峯岸みなみさんも挨拶笑顔で返してくれて、あ、パン入れるって言われたんで、入れさせていただいたんですよ、パンを一緒に焼かせていただいたんですよ。だからずっと時間があったからと思って、あの、ダッシュで携帯を取りに行ってですね、
写真を撮らせていただきました。そうパンを、そしたら他の SDU のメンバーの方もどん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 写真撮ってくださいってなって、そう時間がどんどん、あれ私が話しかけたせいでどんどん時間を取られて、いか取られちゃって、あのそう峯岸みなみさんが SDU のメンバーにみんなに何だろう写真撮ってくださいって言われとって、そうパンてかパンもチンって言ったので、あできたよって言って、あのできたよって言われてパンを取って、それでもう話そこで終わったんだけど、謝りました、先にごめんなさいって。そしたらそう小島子さんに、あこれがかいこかっちゃんやろって、まこが話しとったのこの子じゃろって言ってくださって、この子って、あまこが話しとったのこの子って、あの小島子さんに言ってくれて、はいって言ったら、え名前なんて言うの、あかいここ、あオッケーココアちゃんねって言ってくれて、 STU かって言って、あの今グループいっぱいあるから何がどうか分かんないやって言ってくれた。違う、タナミさんそれは違うよ。そうおはよう、気づい、えわんこさんおはようございます、ここは今日もかわいい、ありがとうございます。峯岸さんの実家は喫茶店すごい、あみーちゃんさん、そう佐藤みなみさんかな、合ってる、喫茶店違う喫茶店や、そうあの佐藤みなみさんも写真いっぱい撮ってくれて、中2組であゆみと私と田口真奈子さんと佐藤みなみさん、佐藤みなみさん撮ってくれて、そう優しかったです、すごい16期の方、そう佐藤みなさんやね、うん、その後小島子とみーちゃん一緒に会いながらブース出てきた、そうなんじゃん、ブースレーンのところに、あフォロー外してきちゃった、外さないでくださいな、人気者ほんまによかった、嬉しいです、そう言ってもらえたら、他に変装すれば峯岸さんと写真撮ってもらえるのかなどうやろう、撮ってくれるんじゃないかな、みんな先輩やから敬語なんかな、そうよそうだよ、そう HKT のメンバー狙うならケータリングで待つそうそうやな、ケータリングで待たなあかん、お母ちゃんと握手したけどまた来てくれって言う、また来てください、待ってます広島クスカイ楽しみです、トラレル準備できてから餌は笑顔、オッケースマイル、弟さんスマイル大事、えでも3秒でしょ、次は29日でしょ、7月29日どうなんだろう、ありがとうございます、あってなる、来てくれてありがとう、で終わるじゃん、1233秒でしょ、やばいよ、そう噛んだら終わる、え、なんて言ってる間に終わってる、やばいってなってしまう、そう、ここは握手してください、握手しましょう、握手会行ってみたいです、来てみてください、手がもぎれて話さんわ、話しませんわ、私3秒でも釣られることあるよ、なあちゃん推しになったの善悪、そうなんだ、いやなあちゃんが、なあちゃんってさ
姉そう熱中症だったやん、熱中症になってしまったんよ。そしたらそれで飛べれんくなってしまって、どうやったらいいんだろうって、どうやったらいいんやろ、なあちゃんどうしたらいいんって、どうしたらいいんですかって言ったら、じゃあ大きな声で呼んでみるって聞く。それで、あ、それとか他のレーンに来てるお客さんにちょっと来て来てってやってみるって言って、それなあちゃんにやられたら絶対釣られるわと思って、ねえなあちゃんがやったらさ、ねえ釣られる、なあちゃんにさあれそうジャンプして、そう昔劇場公演でハイタッチ会った時一人ギュッとしていけた、そうなんや、熱中症でも飛べるようになくなるだけでここ握手はまだできる、ん？熱中症でも飛べるようになくなるだけで握手はまだできる、効果は強い。そう、それでからそう2日目の3部遅れちゃっ、3部目ね遅れ5分ぐらい遅れちゃってすごい申し訳なかったです、反省してる、遅れちゃって出るのがレーンに、しかもその後飛べんジャンプできんで、あの来て来てって言うしかなくって、そう申し訳なかったです。え、全然大丈夫やったんだけど皆さんごめんなさいって思って、現場によっては隣のレーンから投げキスしてきたよ、思えた、そうなん、そうしよう、恥ずかしすぎ投げキスとか、マジで別に何もないのに駅で20分くらい遅れてくる人、いや違うです、そっかなあちゃんは昔ガン見で強く握手してきて大きい声で質問されて、ガン見ガン見で、そう初見です、ありがとうございます。それでも元気で印象的だった、ほんまに、あ、ふざきちさんドラえもんの人じゃ、あ、ドラミちゃんか、そうすごいね目立ってた、よかった、面白かった、初めて握手会の点数、50点ぐらい、いやそんな高くない、30点ぐらい、そう30点ぐらいかな、緊張したりして、そう全然できんかったかなと思って、お、ひかりさん、初握手会で、あ、浴衣着て、そう2回着てくれたよね、え、そうよね、そうすごい印象的やった、いいなと思って浴衣着るのも、あの握手会で浴衣着てみたいけどさ、あれ一人で着えんからと思って、僕から見たら効果は100点でした、嬉しい、ありがとうございます、点数低いね、そうなんか、ん、30点ってみゆみゆな、みゆなもっと低いから、え、30点って言ってた、もっと低いからみゆな、そうなんだろう、最初緊張してしまって、そう何か俺みたいなの相手とちゃんと、いや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 、ゴーサさんもありがとうございます、来てくださって、ゴーサさんのお友達も来てくださって、そうなんでいう時に一緒に見てるよショールームだって言ってくれた、あれで30点で100点になったら押し返して、え、押し返しちゃって、どんどん
激辛さんたくさん来てくれたやん。全約29日お試しのやつやな。ここなら見えるやろ。整理券ってさ、この日なのかも。どういうシステムなんじゃ。汚い。汚くなっちゃう。券持っていれば自由、当日自由にレーン選べる。え、全額だからどうなんやろ。そう、あ、11時半から13時30分まであれだって、整理券全国握手会。我が広島や。7月29日全国握手会 in 広島。 STU の無料握手券しか使えない。そう、無料握手券使えるんだよ。すごい、来てみてくださいな。1枚3秒。え、3秒ってさ、すごい短くない？そう、見てよ、測る。どんぐらい？3秒は早すぎん？ってよ、いきますよ。よーい、スタート。こんにちは。あ、はじめまして、ありがとうございます。はい、ストップ。え、もう終わりやん、もう終わりやん。待って、どうしよう。え、5秒もある？3秒。そう、めっちゃ早くない？そう、あね、7秒だったらね、どっか、あ、こんにちはっていうのを握手する前に、こんにちはって言って、で、どっから来てくれたんですか？あ、もう終わっちゃった。ぐらいなんだけど、3秒ったらやばいよ。挨拶で終わる。こんにちは、はじめまして、ありがとうございます。あ、STU のお願いします。で、4秒だから。もうやばい。どうしよう。どうしよう。そう。STU のよろしくお願いします。こんにちは、はじめましては、やぶく開局です、お願いします。先生のワイプお願いします。しやばい、やばいぞ。私 ST の中で一番強く握るわ。じゃあ印象、マッキーさん行くで、短くでも。よし、来てくださいな。そう、カリンさんと写真撮っていただいたんよ。そう、エイトの目をじっと見られたつもりで。そうなんだ、3秒あるからね。クリクラスケッチブックにメッセージ書いて、つらし、つ、あ、そこと、ここに紐つけて、画用紙みたいな。他に強く握られても、今も手が痛いです。嘘や、うんさん。ねえ、見たよ。え、もう、カイコカーの、なんやって、コウコのやつも見た。コウコちゃん面白かったよ。こんなのだった。英語で話しても大丈夫？
ナイスツミーチューぐらい。え、エリーさんコメントしてる？どこや？あ、おはようございます、エリーさん。おはようございます。やった、あ、今さっき配信してましたよね。おはようございます、エリーさん。グッドモーニング。そう、エリーさんと同い年、一緒に配信させていただいて、ランディさんも、そう、同級生よね、同級生。コラボ配信ありがとうございました。急に身長伸びた。そう、楽しかった。そう、楽しかったです。めっちゃエリーさん、え、嬉しい、やばい。今までね、呼んだことないから。そうな、あのエリーさんがね、話した時にね、何回もねコメントしたことあるのにね、一回も読まれたことないって言ってやっと読めてよかった。そう、身長差がエリーさん10センチ伸びたんだよね。あれ、エリーはココアの彼女みたいやった、ほんまに。エリーさん美人やった。あと少しでフォロワーさ4000人。マジでフォローよろしくお願いします。なんやけど、皆さん、皆さんフォローよろしくお願いします。皆さんフォローよろしくお願いします。おフォローさせていただきました、ありがとうございます。そう、ハートリンドしたらフォロワー数増えるかな。増えるかな、どうなんやろ。え、増えんやろ。私がフォローしてください言うたら増えるかもしれんが、みんなピンクでお願いします。もうフォローしてありがとうございます。そう、なんかユミリンがフォローの棒どこやったんやろ。フォローしてもいい？うん、オッケーオッケー、フォローよろしくお願いし、あ、これ白や、赤、ピンクにしてもらうの。え、ほんまにサッチョウさん、挨拶の声元気やった、よかった。3年前からフォローして、3年もやってないわ、3ヶ月前やろ。え、違うじゃん。え、違うわ、フォロー500年前からしてないやろ。フォローするか迷わんでいいわ。昨日までフォローしてた、昨日までしてた、過去形かい。来年フォローする、なん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 、未来未来未来や、未来何、3ヶ月3年前って言ってたよな。うん、皆さんフォローよろしくお願いします。おふみさん仕事行ってらっしゃい。今日も仕事が大変なのに朝見てくれてありがとう。フォローしてください、高一さん。フォローしたりしなかったり、どっちやん。全然前世。フォローボタンもたまに連打したから、なんでどういう衝動だよ、どういうことだよ。もう最後はピンクでお願いします。フォロー外してる、なんでワンコさん。私はここをフォローしたのだろうか、なんで覚えてないのかよ。ピンクだったらフォローしてる、ピンクにしといてください、お願いします。もう7時か、 3.989 フォロワー。
ほんまに今そんなに皆さんフォローしてくださってありがとう。嬉しい。そう、お、ワンコさんお疲れ様です、バイバイ、ありがとう見てくれて。カープの T シャツ V7 4000人お、見てくださった、ありが、4000人見てくれてありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。この中にエリーさんもさっきまでいたから、フォロワー増えてる、よかった。そうそう、もうしてるしてか、あ、翔さん久しぶり、くまさんありがとう、他のショールーム対応バッチリ、よかった。ショールーム楽しくて初見でフォローした、やったー嬉しい。そう、握手会の時もショールーム見て、ショールーム見てから握手来ましたって言ってくれる人とか、手振っとって手振られたんで来ましたとか、そう元気よくできましたとか、そうよかった。翔さん、だるまありがとう。今日は阪神に勝たせてやってくれ。何やって今日はショールーム、そう、みんなが見てくれて、あ、ののちゃんさん、たっこさんもありがとう、翔さんありがとう。もうサインとか考えたよ、見る？見たいですか？薄いわ。ちょっと待って、男の子がいるとき、男の子じゃないわ、誰からですか、誰から聞いたんですか、そんなこと。出まかせや、出まかせ、タン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 、新しい歌どんな感じなんよ、新曲どんな感じなんじゃろうね、新曲、じゃじゃーん、こちらです。では皆さん、髪伸びた、そうなんよ、こちらがサインです、ついでにフォローお願いします。11月にサイン会あるの、え、マジで、じゃあさ、え、サインの時も話せるよね、サインゆっくり書いて、サインをゆっくり書いてみんなと話せる時間を増やそう。ダメなんかな、時間絶対さ、そっちが長く話せるよな、書きながら、え、書くのは簡単や、実際に会った横川はめっちゃ美味やった、マジで何着せるんだけど、やめて。え、そのさ、握手さしてくれた人がさ、ショールーム見てくれてるのがちょっと恥ずかしい。見てほしいんだけど。3年ぐらいかけて。長すぎるわ。長くて10秒。ゆっくり書いていっぱい話そう。今なら漏れなく。カモン？握手会友達にもおすすめしてくれてありがとう。そう、おしまいしの時に連れてきましたとか多くってめっちゃ嬉しかった、やばかった、え、ほんまにと思って嬉しかった。料理ってどういうこと？料理？どういうこと？サイン消す？
どういうこと？料理ってカップラーメン？ご飯？まだわかんない。どういうことやろ。広島で握手会がある。そう、握手会があるんよ。みんな来てね。料理レシピの握手会？なんそれ、気になるんやけど。料理カードのサイン考えた母さんか、あのなんか愛が伝え使いたくって絶対。そうそう、剣いっぱい持ってる方に、方々にはいろいろ書いてあげてね。わかった。あ、そういうこと。握手会みたいなサイン会？ジャニーズ入りそうになる。やめて。11月のどこかじゃない、レシピあるんだ。そんなんが料理カードにサイン書くみたいな。あ、自分が考えたレシピカードにサインするの？オッケー。ほんまにあるらしい。すげえ。ここじゃ、え、ここ先回、ここサインとか握手か、サインか握手かだけど、両方話すことはできるから。そうよ、この横浜の時サイン会、そう、サイン会も行きたいって言ってくれる方おってから嬉しかった。握手会の時にフォローのハートが見えてくる。3プラスってどこにあるんだろう。自分もわからん。やばい、生きるからたどり着けるかな。握手会、ああよ、握手会よかったよ。ありがとう、トニーさん。体調もう大丈夫やで。いっぱい寝たらね、回復した。完売って何枚、何枚買えばいいんやろ。そんな、何枚なんやろ。いろんな人に来てほしいです。握手会楽しみにしてくれ。いろんな人、そう、今回の握手会で興味持ってくれた人にも来てほしいし、おしましの時に来れんかった人も来てほしい。一部完売は500枚かな。ほんまに500枚もか。え、なんで落ち込んでたの、ゼロ式さん。ゆみり、東京で幕張メッセは、そうそうだね、東京って言っても千葉県やけど。押し増しが、押し増し害があった。害？害があった、ゆみりに。え、ゆみりなんで落ち込んでんの、どういうこと。おちちゃんおはよう。ベーサー400、500、人気麺とか800とか、今回の握手会でも、もしやこの子はと気になって見た人です。ほんまに、よじろうさんありがとう。嬉しいんやけど、笑ってです。ありがとう。理由は、わからん。ゆみりは言わんかった。なんやろ、落ち込んでたの。他に押し増しした甲斐があった。ありがとう、嬉しい。そう言ってくれたら嬉しい。え、めっちゃ嬉しいんだけど。じゃあまた次は待ってます。え、他はいびき書いてても可愛いぞ。なん違う、書いてないから。私書いてないよ、いびき。言っとくけど、キャッチフレーズあるよ。ちょっとやってみよう、自己紹介。何時今、もう7時10分や。じゃあそうや、頑張るぞ。
最後あと5分やりますということでいきますよ。 STU の中で一番ホットな女の子はココはい、ありがとうございます。いつも心に愛を。広島県出身13歳カイコカーです。応援よろしくお願いします。あとフォローもよろしくお願いします。いやー、くるくる、いくみさん可愛いって言ってくれてる。ほんまに嬉しい、ありがとうございます。もういくみさんすごい優しかった。そう、あ、しょうさんありがとう、だるまを。 あとしのぶさんも、うんちゃんさんもありがとう。フォローします、ありがとうございます、嬉しい。やった、握手会待ってます。皆さんたくさん握手会来てください、待ってます。イエイ、もしもしで来てくれた方はぜひ次は解雇からの指名で来てください、お願いします。ね、ユミリンみたいにゲーって言うの、ユミリンゲーって言ってるのあれ。フォローしやした、ありがとうございました、ありがとうございました。頑張って AJ3 ありがとうございます。10月にも来てください。では握手会じゃねえや最後にランキングを読ませていただきたいと思います。いきます。13位コーハッピードゥーさん、ありがとうございます。12位ラームさん、ありがとうございます。11位しのぶさん、ありがとうございます。しのぶさんのお友達にも会いました、握手で。はい、10位ののちゃんさん、ありがとうございます。9位ようこさん、ありがとうございます。握手会待ってます。翔太さん8位、ありがとうございます。7位団子部長さん、ありがとうございます。6位翔さん、ありがとうございます。5位、待って、5位が分かん、あ、スエンさん来た、今来た。5位スエンさん、ありがとうございます。次4位ゴーストさん、ありがとうございます。3位ヤシュくんさん、ありがとうございます。初めて？ありがとうございます。2位ヒロくんさん、ありがとうございます。1位鉄板さん、ありがとうございます。すごい、1位2位3位がいつもと違う、嬉しい。皆さんありがとうございます。拍手。朝早くから見てくれてありがとう、みんな。いや、もうこんな時間やから。13分や、まだ。あと5人でフォロワーが痩せになる？あと5人やって、貴重な闇。すみません、よくわかりません。え？シリさん。シリが反応した。シリが勝手に反応した。さあ、最後によくわかります。もうシリフォローしてね、お願い。皆さんフォローよろしくお願いします。こら、シリ。そう。シリさんが今反応しました。出かけるのでじゃあね。お尻が反応、シリさんが反応してくださいました、なぜか。そう、シリかまちょ、ほんまに。シリフォローしてくれたら最強や、そうよ、ほんまに。皆さんフォローよろしくお願いします。クワちゃん久しぶり、かずみさんおはよう、またね、わおさんありがとうございます。そう、では皆さん、シリはフォローできないので、代わりにフォローしてください。お願いします、フォロー。学校まだ夏休みじゃないよ。そうなんよ。夏休みの間はそれもできるんかな？昼間とかでも。じゃあ、代わりにフォローしてください。お願いします。シリ、フォローして。もし自殺について考えていらっしゃるのなら、どこかの相談窓口に電話してみませんか？
それはお手伝いできません。待ち。シリーフォローして。私ですか。そうよ、フォローよろしく。すみません、よくわかりません。え、なんかシリー怖いんだけど、なんか相談見てしてみてくださいみたいな。そう、怖いんだけど。そう、皆さん、シリーはちょっと病んでるのかも。やばいやばい、シリー怖いんだけど。朝調子悪いシリの調子悪いよ。私はフォローできません。皆さん代わってフォローよろしくお願いしますシリ面白かったよ今の、ありがとう。そこで、そこはフォローミー。シリも忙しいんだね。そう、シリも忙しい、大変やから。ちょっとシリもちょっといろいろ焦ってるのかも。なんでかな。まあ相談して、相談乗ってあげるよシリ。ふかちゃん、なんか人気爆発してきてますよね。ほんまに鳥さん嬉しい、そう言ってもらえたら。ありがとうございます。でもう17分や、15分に終わる予定が。では今日も見てくださってありがとうございます。今の一生懸命さ続けてる、分かった、頑張る。浩二さん、ありがとうございます。今の一生懸命さを続ければフォロワー数は増えていくよ。ありがとうございます。ではもう、そう、今日も学校ということで、最後自己紹介させてください。いきます。 STU の中で一番ホットな女の子は、ここはい、ありがとうございます。いつも心に愛を。広島県出身13歳、カイコカーです。応援よろしくお願いします。皆さんフォローもよろしくお願いします。楽しみにし、では皆さん握手会するの、握手会、皆さん次、皆さんと握手できるのを楽しみにします。楽しみにしてきます。握手会ありがとうございました。ということで、バイバイ。皆さん、バイバイ。3、2、1。